ははいどうもダークネスローズです、えー、とこんばんば今日ねえっ、ー、と先ほどねあのまだまだ動画上がってないと思うけど、まあ、上がってないと思うっていうか上げてないけど <laughs>、あのー、実写の動画をね3本三本ぐらい、まあ、ちょっとね編集作業がかかりそうなやつが1本あるんであと2本はまあ別にほぼ無編集でもあのテロップちょっとなんかツッコミみたいなテロップ入れたりピカチュウ踊らせたり ゆっくりの画像をはめ込んだりとかすればなんかそれっぽくなるかなと思ってるんでまあ2本はなんとかなり1本はちょっとそのんやろ最初言ってたことと実際の動画がちょっと違っちゃってる部分があるんであのそれに関してちょっとやっぱ編集がちょっと必要になるかも結構そのがっつりカットしたりする場面があるかもしれないしまあこんなこと今説明してもしょうがないんやけどまあそういう都合があるんであの必ずしも。 いいいつ上げらられるかかっていうのがわないんでまあ最初の1本は多分少なくとも明日明後日ぐらいにはあげれると思う今日は明日明後日ごめんごめん今日明日ぐらいにはあげれると思うんやけどまあうんそんな感じなんでそれはそれでいいんやけどまあもうそれとは全然関係ない話 <laughs> というか <laughs> もう今日その動画でちょっと頑張りすぎ頑張りすぎたっていうかなんか熱く語りすぎたんでなんかベラベラ喋る元気もないんで。 えっと、これ、まあ、今日ではないんやけど、うん、えっと、2日前だったかな、ごめん、もう日にちがわからんくなって、2日前か3日前に、えっと、まあ、ネットを使って、あの、購入した、えっと、インナーかな、服、あの、ロンティーと、あと、ニットの、ニットの、なんていうかな、トレーナーっていうんかな <laughs>、うん。 ってこれちょっとまだ開封してない状態もうすでに今は開封してるんやけどもう何日も前なんで開封,開封してるんやけどあのまだこれこの状態の時まだ開封してなかったんでこの写真だとどんな服なのかは分からないと思うけどあの片方はねえとまあこれどっちもねそのキルスターっていうねあのブランドというかところでの商品なんやけどあの片方はねこの ニットの方はまそっちで動画内で着てないんやけど「キルスター」って書いてある方あるやんあのロンティの方はあの3本撮った動画全部これ着てるんで <laughs> 途中で着替えようかなと思ったけど着替えるの面倒くさくなって3本とも3本撮りで思いっきり同じ格好で撮るっていう何か手抜きをしてしまったんでまあ全部これ着てるんでまあそれ見てもらったらそのこの服がどんな服かというのは分かる分かるって言ってもまあ俺。 腕組みしてたりとか腕ゴソゴソしてるからまあ服の全貌とかは見えにくいかもしれないけどまあまあキルスターってここ書いてあるんでまあこれで調べてもらったらこの服あるんで普通にまあいいほんまにあのデザインもめっちゃかっこよくてめっちゃいいんでまあよかったらまあ皆さんも買っていただけたらいいなと思うんやけどまあまあそれでね購入品でねこれちょっと2着ねまあもともと欲しかったっていうかまあここのやつ割と欲しくて まあ最初に買おうとしてたのはここのじゃなかったんやけど別のブランドの,あのまあインナーだけじゃなくてほ本当にアウターとかまあ,あとあのパンツとかも含めて何か買おうかなといろいろ何種類か買おうかなとか思ってたんやけどあの値段とかの問題ではないんやその前買おうとしてたやつもこれのキルスターもそうやけどそんなに高いものではないんやそんなハイブランドのやつみたいにめっちゃ高いとかではないんやね そのブランド料金みたいなのついてないし普通の値段まあその GU とかね島村とかと比べたらもちろん格段に高いっちゃ高いけどそれでも格段にっていうけど何倍も高いわけではない何十倍とか全くないんで普通にあのなんだろう学生学生でも手がバイトしてる学生とかでも全然手が出るぐらいの金額だと思う物によまあ物によってちょっと高いのはあるけどね。 あの,ものなんでまあよかったらと思うんやけど本当にデザインかっこいいんでね。えとまあその勝ったっていうのを <laughs> もう紹介紹介するほどのことでもないねんけど紹介しようかなって。まあなんかさ俺もまあ自分の中でまあ別に全然俺もまだ YouTube も何も成功してない中でなんかブランディングでなんか成金みたいなギャラにしてやろうと思ってなんかちょっと中途半端にねハイブランドのね あのま,あまあ俺が好きでっていうのもあるよね別に個人的にその動画で使うからっていう意味じゃなくて単純に俺が好きで持ってるものもあるんやけどアクセサリーとかあの財布とかバッグとかみたいなのあるんやけどそのやっぱりブランンディングでやってるる部分もあるよねこういうのを使ってるっていう別にめっちゃ金持ちでも何でもないのになんかこういうのを使ってなんかそれっぽく見せてるみたいなキャラにしたいっていうちょっと薄っぺらい成金の人みたいなイメージを 一つのキャラにしたいっていう俺の願望というかがあってまあわざとそういうのをしてたんやけどあの単純にそれってまあハイセンスなんやけどねそういうハイブランドの服とかあの俺の趣味とは本当ちょっと違うんよねまあ好きなのもある中には中にはこういうのはめっちゃ好きやな欲しいなって思うのはめっちゃあってその高くて手が出なかったりもするけど でもも欲しいなって思うものももちろんんあるんやけどそのやっぱりちょっとセンスが違ったりするよねまあそこまで俺もその上流階級というかハイセンスなものをやっぱり持ってないのかなと思うんやけどでも俺が好きなのはこれみたいな感じなんよこれってこのえっとね YouTube のでもねそのファッション系の YouTuber の方があのここの服,の服,服だけ女性の方なんでまあ特にここのキルスターとかってあの。 レディースの服が比較的に多かったりするよね <laughs> イメージ的にどうかな <laughs> ゴシック系の服とかが扱ってたりするんかな俺もちょっとレディースの服に関して調べてないんでよくわからないけどまあそういう系の服があってそれのレビューしてみたり着てそのなんか合わせとかねそういう。 のをなんかか紹介してたりとかこういう服があるよこういう服があるよみたいなのをまあ案件なのかもしれないけどしてる YouTuber の方もいたりするんでまあそういうのを <laughs> 気になる方は見てもらったらいいと思うんだけど男性でやってる人はあんまりいないんかな着てる人はいるかもしれんけど <laughs> ごめんなさい着てる人はいるかもしれんけどまあその動画で紹介その服について細かく紹介したりしてる人はいないかもしれないここのやつを。 まあ別にハイブランドでもないからね引き,引きがない引きがないって言ったら失礼俺はめっちゃセンスがいいと思うしかっこいいと思うんやけどうんただまあやっぱり人を選ぶっていうかそのなんかその人によっては人を選ぶってなんか俺がめっちゃおしゃれみたいな感じなでそんなんじゃないんし別におしゃれでも何でもないと思うけどただその人によってはうわ派手すぎるやろこれとか。 いやいやいや逆にダサいやろってこんなこんな柄ちょっと強いの分かるやんこういうのちょ,ちょっといや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 俺も年だしとかっていう人もいるだろうしまあその人にそのやっぱ癖がちょっと強いからってはあるけどうんでもまあ手は出しやすい金額だししかもその俺がさっき もともと買おうとしてた別のブランドの話したけどまあちょっと買ってないから名前は出さないけどそこってその金額が高いわけでそっちも割とリーズナブルで手が出やすい金額なんだけどその多分ねその生産数というかその服そのものの生産数少なくてその割あの人気はめっちゃあってちょっとプレミア的なところがあるよね。 もちろんあのイメージで言ったら芸能人とかがアパレルをやってたりするやんヒカルくんとか宮迫さんとかがアパレルやったりするやんああいう感じのやつだからすぐ売れ切れちゃうんよね話題性とかもあるし実際着心地もいいからそのセンスもいいからどうしても売れちゃってしかもそんなに大量に作っ大量生産してるわけじゃないからでしかも店舗があったりするわけでもなかったりするからあのそんな大量生産してないから。 すぐなくなくっちゃうんよね服自体がだからそこまで出回らなかったりとかそんなどこでも買えるもんではなかったりするからもちろんその公式の,そのネットショップでは買えるけどねそういう感じなんでその <laughs> 例えばその店って店いうかまあネットショップで俺も探してたんやけど店舗自体もちょっとあの近所にないんで <laughs> 東京に店舗があるんかなで大阪にも一応過去にはあったらしいんやけど今ないらしくて。 そのの直営の店舗はまあ一応扱ってる店自体はあるって書いてあったと思うけどその直,直の店舗っていうのはなくてだからまあネットでまあしかもまあそこまで行くのもちょっと面倒くさいし正直ネットで買った方がいいかなと思ってまあネットでまあそしたらネットだったら全種類見れるからそのお店だったら全部置いてるわけあるわけではないんであのと思ったんやけどその <laughs>。 商品自体はたるんそのだから頼んだら頼んでまあ言ったらお金支払いをしたらそっから何ヶ月かして例えば今だったらまあ1月に入りますよ1月にできるんで1月に発送します2月に発送しますみたいな感じなんよ言ったら今今買ったら1月に発送します2月に発送しますとかみたいな感じなんよ言ったら。 買ったらすぐ手元に届くわけではないんよ普通普通っていうかまあハイブランドでも普通の一般的な服でも含めて比較的そういう大量生産されてる服っていうのはあのその場で購入ボタンを押せば <laughs> 少なくとも早ければ翌日には届くやんか,だからそういうことはできないよねそのその服はできなかったんよ俺が欲しかったやつは少なくとも。だからその 1>, 1, ヶ月1ヶ月ぐらいならまあワンチャン我慢するんやけど23ヶ月をこれで今ここでこの金をここ今払うのかってまあ言ったら着払いみたいな感じでそのまあ2ヶ月後まで待ってもらいますけどその時にお金支払ってくださいだっていいんやけども先に払い込みはせなあかんと思うよね多分その金払ってから多分作るだろうからだからまあいたずらとかされても困るだろうからねそもそもね だからうんこれちょっとでも欲しいけどちょっと違うなそう,そうなると今すぐ手に入らないのが違うなってなってでこのキルスターだったらすぐ手に入るとあの1週間後ぐらいかなには手に入るってなったんであじゃあこっち買おうと思ってでこっちも同じようなまあちょっと種類似てるよねジャンル的に似てるから,から俺の好みだしあ,あここのやつ買おうって あの俺ちょっともともとねあのまあいわゆるまあアウターというか上着を着た時にまあ上着さえ例えばダウンとかコートとかを着てしまえば下は半袖でいいみたいななんか <laughs> あの学生みたいなあのダサい学生みたいなさファッションに無頓着な学生みたいな感覚がどっかにあって俺ってそちょっと適当というか雑というかなところがちょっとあって。あの 割とねあの持ってる服が夏服がめっちゃ多いよね T シャツがさその長袖のいわゆるロンティーがほとんどなくてな半袖の T シャツだけめっちゃあるよね家にだからそのいやさすがにロンティーにした方がそうあの半袖だったら上着が脱げないからお店とか入って半袖になっちゃうのちょっと変だし特に今みたいな時期だから もうちょっと何枚かロ論ー買わないとみたいなのもあったしニットのあったかいのも着たいなみたいな感じでそれ買ったんやね言ったらでそこのセンスの服が欲しくてこれがねでまあ最初は1着のつもりだったんやけどなんかもういや2着買ってまえって思って2着買ったんやねうんまあそんな感じなんやけど別に まあえー、とこれの片方、まあ、片方というか多分もう一着の方も、まあ、写真撮ったりすると思うんでそれで多分動画上げたり、まあ、そのこう今月ではないかもしれ今月っていうか今年ではないかもしれんけど来年とかに、まあ、ふと着てる、まあ、冬場だったら普通に着るんでその動画とか写真とかで。 まあインスタとかにあげるかもしれないしまあそんな感じがあると思うんで別にまあ気になる人はっていうか別に俺の服なんか気にならんと思うけどあのねなんでこんな話してるかっていうとちょっとねあのファッション系の動画みたいなのを上げる人になりたいなっていうところもあるんよ実写の方は。もちろんゆっくり茶番はゆっくり茶番でこれからも続けていくんやけど。 その実写動画の方ってもうただ何の企画もないトークばっかりだからいろんなことやっていきたいなと思ってね何がバズるか分かんないし何が俺に合ってるかも分かんないからいろいろやってみたいなと思ってまあその一環としてやるのがファッションファッション系のやつなんでまあ俺結構尖ってるんでどっちかファッションね見た目まあ服とか見たら分かると思うけど尖ってるんでワンチャンネタになるかなって思ってはいまあまあそういうのももし 興味がある方は楽しみにしてもらえたらなと思います。はい、ダグネスロージでした。バイ。